三文字コンビ、そう、あがきまりもに潰される夢を追う人。何にも悪いことしてないのに夢を追っている人の現実です。私が、なんだ現実といえば。別宅お疲れ様です。ちょっと待って。夢を追う君。まあ、役者でしょう。役者志望でしょう、この人。役者。こっちは何だろう。ダスハイダがどうする？ お父さんとお母さんかな。お父さんとお母さん、上の人が子供、役者を目指している20歳の息子、こっちがお母さん、マリモス、マリモお母さんとあがきお父さん。おい、将来どうすんだろん。あっせん、役者なんか成功しねえよ。そんな一握りなんだぞ、ロン。マンガン、子供をいじめる親子わらわら。お前、役者本当に売れると思ってんのか、ロン・ハネマン。少し場が落ち着い、それでもこう夢を追ってるんで、まだ役者を、ね、目指してるんで、上はプレイヤー上がりきる。あっ、お父さん、役者を、僕は諦めきれません。ちょ、お父さんに反抗してきたよ。いや、役者をそう簡単に諦められません。反抗期。夢を追う役者が反抗期。よっしゃ、今度親父の反抗期だぜ。親父が息子の夢を叩き潰す。何役者役者になりたいだと。もう役者になりたいだと。おい、その夢完全に潰してやるぜ、役者。そんな甘い世界じゃないんだよ、役者っていうのはな。本当に何千人、本当たくさんの人が劇団に入って、アルバイトしながら劇団に小さな公演を重ねて、その中でようやく本当に一握りが。いや、我慢。親父が我慢し、ちょ、お母さん、どうした？お母さん。お前どうした？あのことか。あのことか。ちょっとお母さんも怒ってるな。うん。ちょっと偉そうなこと言ったけど、親父会社潰して今無職なんで、あなた、そんなこと言ってんだったら、あなた稼いできて。外に行ってあなた稼いできてよ、そんなこと言うんだったら。早くも量産店。あなた、絶叫で噛んだらダメ。ちょっと勘弁してください。今日は4朝で2万5000円のトップを取ったが、あなた、息子に注意するぐらいなら、あなたがまず稼いできてよ。息子の手本になってよ。そんな、毎日パチンコばっかり行って、あなた。ここで私が就職面接、今面接中なんで。ちょっと待ってくれ。おかけんさん、どうも。ちょっと、親父の威厳をここで見せないと。ちょっと待った。ここ集中だな。ここ集中だ。ちょっと待って、集中だ、ここは。ここは一歩後退。違う。後退じゃない。それなりの手を作ろうとしてるんだ。親父の威厳って、ポン。親父の威厳ってやつをね。お母さん、お母さん。チン使い、お母さん。よし。ドラドラドラ。よし。親父の威厳。おい、飯持ってこい。こんなまずい飯食えるか、ちゃぶ台ガシャン。お、息子もいつまでも役者を追ってないだ。公務員になれ、公務員に。公務員試験受けてこい。一本場、ドラはローソ、プレイヤーは親です。プレイヤー全曲は上がりを。ポイポイさん、どうも、こんばんは。あ、不倫発覚、あ、いいね、それ。ちょっと次、そうだな。ちょっとさっきのシーンであなたの不倫バレたっていうセリフのが良かったな。その不倫が出てこなかった、一番いいじゃん、それ。今、タイミング的にも。
タイミング的には不倫だな。しかもマンションね。マンションに不倫、マンションで不倫ね。しかも相手16歳だよ。子供は親の背中を見て育つのですよ。こんな家庭嫌やな、笑。家庭崩壊。さては、親父の威厳、まだ足りない。まだ親父の威厳が3万足りないんで、ちょっと待って。最低だ。今見てる人いるんで、親父の威厳をちゃんとね、見せつけて、ああ、さすがっていう。そういうシーン。YTX さんどうも。ちょっと待って。こんな家庭。いや、最後に勝つのはやっぱ親父なんで。やばい。猫さん呼ばないで、ここでーす。あがきメンバーです。あ、息子がね。ちょっと。ただ怖くないね、正直。この息子。この息子の、ちょっとした反抗期、全然怖くない。こっちの方が全然、親父の方が強いね。おーし。ちょっと待って、でも、数アンコか。数アンコちょっとね。あーっと。ちょっと待って。親父の威厳。お母さん。キューピンをください。お母さん、今日のご飯は何か。キューピンが食べたいな。岩渕さんどうも。ピーチ、ツモ、ホンイツさん。あーと。まあ、息子のね、一撃なんてこんなもんよ。安いっしょ。安いけど、まあ、ちょっと、親父のターンをね、潰されたっていうのは痛い。あがきメンバーです。そうです。あがきメンバーが、いや、こっからだから。こっからだから。今日の、いや、見てた人わかるでしょ。今日の流れ、役満の流れ見てた人は少し感じてると思います。これで一歩前進。薄いとこ行かれた。何、役者志望、そんなに役者になりたいのか、お前は。息子よ。公務員試験、受けてこい、ロン8000。飯まずいんだよ。お母さん、飯美味しくない、8000。ちょっと待った、一応。原因は親父だった。犯人は、あー、ちょっと息子が反抗してきたね。一応、スッタン、サンシャンテン。偏るね。ちょっと待ってくれ。あーっと、ちょっと待って。これは強烈なツモ上がり。これは早い上がりですね。おお。役者にそんなになりたい？厳しい世界だぞ。厳しい世界だよ。反抗どころかちょっと役者で売れちゃってんじゃない？ちょっと CM 一本もらってきた親父。ちょっと CM 一本取ってきたみたい、本当に。あ、ちょっと役者になっちゃうの、これ。ちょっと反抗期じゃない、もう反抗期は過ぎたよ。親父超えちゃったんで。あれ、ちょっとテレビに出ちゃったって感じですね。親父。今度、月9決まったから。あれ、ほんとか。ちょっと、もしかしたら、もしかしたら、ちょっと応援、お父さん応援するかもしれん。お父さん、お前を応援するかもしれない。そのくらいお前の強烈な、こう、反抗の上がりっていうの。気持ちが伝わってきた。うん、ちょっと、まずいね。親父の威厳がないね。息子の役者反対していた父は案外、息子のデビューした作品はみんな記録してある感じだな。そうだね。母さん、あとは任せた。そう、任せた。母さん、お父さんはもう、ちょっと、眠たいので。場を制する人物は一体誰なの？アシュンさん、どうも、オーストラリア、ハロー。How are you? Today? 三人麻雀って英語でなんて言うの？ Three person 麻雀。Three person 麻雀。Do you know three person 麻雀？ちょっと第三元は、白が、あ、ちょっとお母さん。
おーっと、休め、高め、大三元。そんな怒ってたの、お母さん。ちょっと、休めでもよかったけど。ちょっと、家庭崩壊だね。明日からちょっとお父さんは、ゴミ捨てから始めます。トイレ掃除とゴミ捨てから。52点。